怒っちゃってます。決してお仕事を怠けていたわけではないですから、ちゃんと勤務時間外に。バカ、大バカ者、いつか言っただろうが、お前が他の連中を思っているほど他の連中がお前のことを思ってくれるわけなんかないんだぞって。でも総一さんはその後でどこかにはきっとそんな風に思っていてくれる人がいるかもしれないって言ってくれたから、私すごく嬉しかったから。お前は相変わらず何も分かってない。そんなやつじゃないんだよ。こんな寒いベランダでお前が毎日信じて待ってたやつは自分のことしか考えてない連中の一人なんだよ。いつも出ていくことばかり考えて、今日だって二度と戻らないつもりだったんだからな。そうだったんですか。でも、それでもいいんです。どうして？だって、総一さんは今夜までちゃんと戻ってきてくれましたから、毎日お出迎えできるのが嬉しかったから。だから総一さんがいなくなっちゃってもこっそり思ってていいですか。明日からは寂しくなっちゃうかもしれないけど、ずっと信じてていいですか。ダメですか。それでいいわけないだろう。暖かいです。総一さん、総一さん、治りましたよ。朝っぱらからどうしたって言うんだ。おはようございます、総一さん。なんだ、お前も一緒か。夜型のお前にしては珍しいな。朝からご主人様をしっかりお守りしようってことか。ドブネズミにしては関心な。キュキュわかってる、わかってるって。
ドブネズミじゃないって言いたいんだろう。キュキュー。宗一さん、これスモモと似ていませんか？どれどれ。どうですか？漢字が少し難しくてよくわからなかったんですけど。多分こいつなんじゃないかな。百科事典によるとドブネズミの親戚で、要は大した生き物じゃないってことらしい。じゃあ山根なんですね。まあな。まあそのナナミ君。はい。こういうことは本来じっくり検討を加えないとわからないものなんだ。そうなんですか。そういうものだ。だから百科事典だけじゃなく、専門の動物辞典とか記録映像とか、たくさんの資料と見比べて結論を出さないとな。そうだな、今度暇になったら図書館に連れて行ってやるよ。あ、でもそのしばらく、当面ずっと忙しくてさ、いつになるかわからないから、それまでの間はスモモはスモモという生き物ってことでいいよな。でももし山根だったら、ドブネズミの親戚だから汚いって、飼っちゃダメだって、宗一さんは。
残念だけど、そうなるかな。わかりました。今すぐスモモ起こしてきますね。ちゃんと飼ってもらえるように、いつもみたいに洗濯機できれいにしてきます。待て、やめろ、やめてくれ。天然記念物に滅多なことをするんじゃない。天然、お前みたいなやつのことだよ。多少汚くても飼っていいから。洗濯機はもうやめにしような。それからお菓子を食わせるのも禁止だ。確かジジイがお前専用に置いていったメロンがあるから、当分はそれをお出しするように。うん、返事は？はい。総一さん、で何が治ったんだ？あ、はい、総一さんが持って帰ってきた宝物です。宝物？総一さんがスパイの宝物だって。ああ、あれか。あんなにバラバラだったのによく直したな。偉いぞ、ナナミ。で、どこにあるんだ？すぐそこの足元です。どれどれ。少しこんがらがっているみたいだな。はい、すぐ片付けます。で、どこだ？すぐそこです。ん？ですか。よろしかったら総一さんに差し上げたいんですけど。あ、でもスモモのお家にしてもいいかなって。なっ、キュキュ。Thank you.
キュナナミ、もう少し近づいてじっくり見ていいかな。どうぞ。触ろうとしたら突然燃えて灰になってしまった。きっとスパイの秘密保持機能か何かが働いてしまったんだろうな。そうなんですか。すごいですね。片付けて朝ごはんにしような。はい。あれか。なんだ今のは。ハーバーサンプルなのか。まさかな。ナナミ、ちゃんと手を洗うんだぞ。多分石灰か何かの乾燥剤が混ざってたみたいだから、そのままだと手が荒れてしまうからな。はい。おや、まだ残っていたのか。また履歴書を書いてたのか。掛け持ちでアルバイトとは。今でも忙しいだろうに、仕事熱心というか。で、今度はどこに就職するつもりだったんだ。私がちゃんと働いてお返しして、一人前になってからきちんとお願いしようって。ん？その総一さんに私のことをにしてくださいって。うん。
ま、せいぜい励んでくれ。はい、頑張ります。ところで、七海に使ったお金のことだけど、そうです。どれくらいなんですか？実はな、くらいは負けてやるよ。首を長くして待っててやるからさ。